でも大事なんだけど、健康チェック表、はい、いやグリちゃんね、いろんな検査できないです、うん、なかなか難しい、レントゲン取るのもな、うん、やっとこなんですよ。で、ここね、うんちね、1日2回お掃除して、はい、前の晩から朝まで何個したかな、朝から夜まで何個したかな、ここで25個、ここで27個、うん、少ないですよ。このうんちの数を数えてください。で、はい、1日2回掃除するのが大事で、皮膚弱いでしょ、はいはい、清潔にしてあげたいんですよ。中に2回掃除して、それでうんちの数を数える。次に体重、体重も測れたら朝晩で、申し訳ないけど減ってます。403でお預かりして411、これまだ点滴の吸収が悪かったかもしれないけど、400、300、これちょっと測りそびれて387、393、こんな感じ。体重もちょっと測ってもらって、でお家ではね、温度湿度、温度計あるじゃないですか、はい、あの子のグリちゃんの近くに置いといて、1日3回ちょっと環境温度をちょっと測って私に教えてほしいんですよね、はい、朝日とか測れん日はもう開けといてもらえればいいですからね、はいはい、ここが、まあ、このようにも食欲ね、自力でどんだけ食べたか、はい、だからもともと持ってらっしゃるあのペレット、はい、何グラム入れて、例えば5グラム入れて何グラム食べたかな、はいはい、それからここではあとハムセレ、ハムスターセレクションサンプル出しておきますから、それも5グラム入れ何グラム食べたか、それからハムミックス、ハムミックスってあのひまわりとか入ってるやつですね、まあ5グラム、5じゃなくてもいいんだけど、3でもいいんだけど、何グラム食べたか、それとリンゴあげてました、ここで。だからリンゴはですね、1グラムしかあげてないです。で、これは完食してるんですよ、あの細かく切ってね、はいはい、この4種類を挙げてたんですけど、うん、なかなかね、実は言うと最初にうちの夜は結構食べたんだよ、このハムスターセレクションとハムミックスを、まだペレットもらってない時、5グラム食べたんですよ、はいはい、野菜も1グラム、ちょっとここがうまく観察しきれんかったけど、昼間は栄養補助しちゃうからあんま食べないけど、それでもリンゴはこれ夕方チェックして、ここはリンゴだから夜も1グラム、夜から朝にかけても1グラム食べてるけど、持ってきてもらったけど全然食べないんですよね、ハムセレ、中田さん、ハムセレのサンプルをさ3つぐらいと、ハムスターミックスをなんかいいパックにして入れてあげて、で、これがまあ自力で食べたやつね、からあとは、そんだけではさ足りんからさ、だからこれが難しいんで、できればやってほしいんだけど、できなかったらしょうがない、誘導者で、まあ、とりあえずそうね、流動食をこのパウダーをね1グラムで、お湯を2グラムぐらいで、これ、まあ、2グラムか 2cc、 もうちょっと大きなカップでもいいんだけど、ちょっと測りに乗せて1グラム、それからこれを今度 2cc 入れて、でよくミックスして吸えるかどうか、吸えれんかったらちょっとこれからもうちょっと動かす、それでまあ2か3用意して、まずは2にしておきましょう、それで力やる、だけど力やってもダラーって出てきちゃうんですよ、でそこでこれもちょっと使ってたんですけど、今一回実演してみますね、これカニューレって言ってね、先が丸いよ、はい、針です。まっすぐにしてください。完全にまっすぐにはならないけど。で、これつけて、ここに流動食満たしといて、はい、で、一人じゃなかなかやれないんで、一、人に持っててもらって、ここから結構この辺まで中に入れると、口がもぐもぐ動くから、うん、そしたら調整して。で、口が動いたらその次に薬入れて、薬だけ入れてももう、うん、なかなか飲んでくれないんですよ、固まっちゃって、それでまたこれ入れてもぐもぐして薬が入っていくのを確認する、はい、そんな感じだから、これでもね、できんかったらできないかもしれないんだけど、まあ、一応やった方がいいんで出しますね、それからあと目薬、これは人間の眼科で出てくる目薬です、フロクサシンという構成です。これ1番。とにかくこれを1番に両目指してください。
で、30秒以上置いてからね、うん、これも開けちゃいます。これは持っててください、うん、アセチルシステイン、カピテインって言うんだけど、角膜炎の治療の薬です。ただね、角膜炎通り越してるんですよ、ちょっと次は左目は、うん、右目は角膜炎ありますけど、右目はなんか治るかもしれない、変化してると、うん、右目の左目の表面はデスネ膜瘤って言って、角膜が破れちゃってるんですよ、うん、それで眼圧が高いから、うん、ギュッと出てきちゃってる状況なんですよ。ワンちゃん猫ちゃんだと結構手術もするんだけど、うん、麻酔かけなきゃいけないから、一般状態の、ね、ちょっと落ちてる子を麻酔かけたらそれ死んじゃうかもしれないんでね、うん、それでちょっとやってないです、はい、からもう一個、これも抗生物質なんだけど、これは同じです。これとこれは長く効くから、もし刺せるんだったらこれも、うん、3ミリぐらい、うん、だから最初にやって30秒から1分置いてからこれやって、また30秒から1分置いてからこれを刺しておくと、特に夜寝る前はこれ刺しておくと、うん、朝まで結構長く効くと思いますんで、うん、こんだけ出しますね。それとあとこれ